どうもチャップチューズです。今回なんですけども、こちらのスマートウォッチめちゃめちゃ人気でしたね。一時期大人気で、本当に学生とかを中心に結構いろんな方が買われてたなという印象があるんですけども、それこそこちらのアップルウォッチとエルメスのレザーを使ったこのアップルウォッチなんかもね、登場したりと、その躍進はね、目を見張るところがありまして、まあ時計のまあ、ある意味新たなジャンルとしても市民権を得てるなっていう感じでもあるんですけど、そんな中実は高級腕時計ブランドたちもそんなスマートウォッチを発売しているとご存知でしょうか。普通の高級機械式時計を買うとすると100万円以上するようなブランドたちがスマートウォッチを出して時計業界を驚かせましたが、まあ、ある意味価格帯もかなりお求めやすいというところもあって結構人気となっているんです。というところで、今回は高級時計ブランドが打ち出すスマートウォッチを一挙ご紹介したいというふうに思っております。それでは行ってみよう。はい、というところで早速ご紹介できればというふうに思うんですけども、今回5ブランドご紹介したいというふうに思っております。なので最後までぜひともご視聴いただけますと幸いです。で、スマートウォッチってとても画期的だったし、当時かなり話題となりましたけど、その時は周りがよく、アップルウォッチをつけていたのは非常に思い出深いところでもあるんですけど、ある意味これって日本が起こしたクォーツショック以来の革命期だったんじゃないかなというふうに思ってます。時代がね、かなりハイテクっていうところもあって、まあ、それこそスニーカーでね、バックトゥザフューチャーのあのスニーカーが実現されるように、やっぱりそういったところでいろんなジャンルに入っていくっていう、ある意味未知の、今までなかったところが、今までなかった発想がこう入ってきているっていうところがあるので、時計も新たな進化を遂げているなっていうところでもあるんですけど、その流れを汲み取って高級時計ブランド100年以上歴史がある名門ブランドたちも結構ね、こういう魅力的なスマートウォッチを発売しているっていうところがね、その流れの先陣を切ったのがタグホイヤーっていうのを皆さんご存知でしょうか。まあそういったところもあるので、今回はタグホイヤーからご紹介させていただければというふうに思います。はい、で、まずタグホイヤーのこちらのモデルになるんですけど、こちらの正式名称はタグホイヤーコネクテッドモジューラーになります。で、タグホイヤーについては以前こちらの動画でご紹介させていただいているので、もしこの動画をご覧になられてタグホイヤーのことをもっと知りたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともこちら見ていただければというふうに思います。タグホイヤーって以前こちらの動画でご紹介しましたけど、藤原寛さんともコラボしたりとか、何かと毎回話題になる時計ブランドでもあります。で、トゥールビオンを例えば100万円で買えるようなもので出したりとか、かなり名門で100年以上の歴史があるにもかかわらず、そういったアバンギャルドなことをしていろんなところのジャンルに挑戦しているっていうのがここのブランドのいいところでもあります。で、こちらのタグホイヤーコネクテッドモジューラーなんですけど、2015年にリリースされておりまして、デザイン、クオリティ、イノベーション、この3つを信念のもと、Google 社との協業を得て完成したのがこちらのモデルになっております。で、まあよく Apple Watch に見られるようなこういうスクエア型のようなものではなく、例えばタグホイヤーといえばやっぱり彼らが非常に人気のモデルでもあるので、その彼らをデザインベースとした、スタイルとなっているのもまた特徴的かなというところでもあります。そういったところでまたアプローチと差別化をしているなという印象でもあるんですけど、主な機能としては、スマートフォンと連動が可能というところがあるし、あとは Android にも対応可能で、高解像度のタッチディスプレイがついているというのもまた特徴の一つです。あとはもちろん GPS であったりとか加速度計やったりとか、ジャイロスコープといった各種センサーを備えていたりとか、本当にスマートウォッチとしては非常に申し分がないスペックかなというふうに思います。で、加えてかなり種類も多くて、タグホイヤーらしいスポーティーな印象もあるなというところでもあります。例えばケースを、超軽量チタンの素材を使っていたりだとか、あとは最先端の素材でデザインしているというのがまたここの、特徴でもあって、その素材っていうのはやっぱり高級機械式時計として本当に名を馳せているタグホイヤーならではなんですけど、タグホイヤーの機械式のジャンルでかなり使われている素材なんかもここに採用していたりします。で、あとは DLC コーティングを施したグレート2チタンのケースを使っていたりだとか、セラミック製のベゼルを使っていたりとか、非常に本当に最先端で傷つきにくいし軽いみたいな、いう非常に利便性にも特化したスマートウォッチかなというふうに思います。はい、しかもタグホイヤーのスポーツ専用アプリがあるので、アスリートなんかにも非常におすすめの時計というふうに言えるかなというふうに思います。
またこれ結構重要なポイントでもあると思うんですけど、文字盤を何種類も選ぶことができるんですね。なのでユーザーが気分やシーンによって変更することができるっていうところもあるんですよ。でこれの何がいいかって、やっぱりアップローチと違ってダグホイヤーってかなりの歴史があるんですよ。160年以上の伝統が詰まっているんで、機能的なもので、ムーブメントに伝統が詰まってるっていうのは専門的にはあるんですけど、ただ見た目でも非常に伝統が詰まっているっていうところがあって、文字盤ってかなり時計ブランドの魂でもあるし DNA 伝統が詰まってるんですよ。そういったところを何種類も選ぶことができるって、これはかなり時計好きとしては嬉しい要因の一つなんじゃないかなっていうふうに思います。この時計のいいところって、パッと見普通の時計に見えるんですね。普通の機械式時計に、普通のっていうのもあれですけど、タグホイヤーの、いわゆる一般的な機械式時計に見えるので、そういったところが非常にいいなっていうところで、それこそベゼルもしっかりしてるし、作りもしっかりしてるっていうところがあるし、文字盤もちゃんとした機械式時計の文字盤にすることができるので、そういったところでかなりスマートウォッチと差別化できてるし、高級時計のスマートウォッチって言えるかなっていうふうに思います。なのでまさに現代のハイテクノロジーとタグホイヤーの歴史が融合した、まさに今時の時計っていう風な感じがしますよね。でさらにすごいのがもう一点ありまして、この時計実は取り外しが可能なんですよ。で取り外し可能でラバーとか変えれるんですけど、それだけではなくて、なんと文字盤自体も変えることができて、機械式時計もう、伝統もちろんお金かかるんですけど、購入することで普通の機械式時計もつけることができるんです。で非常に、お得感もあるなっていうところで、一石二鳥の時計だなっていうところで、もちろんね、お金はかかりますけど、そういったところも非常に面白いなっていうところでもあります。でまた2019年に、ラインナップで新しく加わった新作がゴルフに特化したコネクテッドウォッチになるんですね。というところがあるので、もしゴルフファンがいらっしゃいましたら、非常にこれもドンピシャのアイテムなんじゃないかなというふうに思います。例えば世界各国の3万9000以上のゴルフコースが、インプットされてまして、ハザードまでの距離や障害を測定し、使用すべきクラブなんかも使用すべきクラブなんかも提案してくれるんですね。なので本当にキャディーみたいな感じですごい。しかもショットの飛距離とかクラブでの平均飛距離なんかも確認しまして、自身のドライバーショットを評価したりとか、スコアの統計を取ったりなんかもできるんです。 なのでかなり実用的でもあり、ゴルフファンにはたまらない一品かなというふうに思います。タグホイヤーのこういった伝統も感じられつつも、今の時代も感じれるっていうのは非常に素晴らしいなっていうところと、あとはやっぱりそういった、ゴルフに特化したりとか、なかなかね他のブランドじゃやらないことをやってきているので、非常にやっぱりタグホイヤーっていうのは最先端を行っているブランドかなというふうに思います。なのでこの、スマートウォッチ、タグホイヤーのスマートウォッチはおすすめかなというふうに思います。はい、で2つ目のブランドなんですけど、これがウブロです。でウブロは1980年創業と、時計業界の中ではかなり若いジャンル、若いブランドになるので、新進気鋭のブランドというふうに言えるかなというふうに思うんですけど、ここ実は一度時計を作っている救世主でもあるような、ブランドかなというふうに思ってまして、詳しくはこのウブロに解説している動画があるので、ぜひともこちらを見ていただければと思いますが、さてそんなウブロですが、2018年にタグホイヤーに続きまして、ブランド初となるスマートウォッチを発表したっていうのをご存知でしょうか。スマートウォッチビッグバンレフリーになるんですけども、実はウブロってワールドカップのオフィシャルタイムキーパーを務めているっていうのをご存知でしょうか。っていうところがあって、でロシアのワールドカップが、開催するっていうその年あったので、それを記念して FIFA とタイアップをしたスマートウォッチになります。でこれかなり、当時話題となりまして、注目された一品でもあるんですけど、このケース系がなんと49ミリとかなりの大ぶりで、高級機械式時計を出すブランドにしては、本当に類を見ないぐらいのケースのデカさかなっていうふうに思うんですけど、ただ、チタンケースであったりとか、サテン仕上げのベゼルとか、ラグビービッグバンらしさが垣間見れるし、そのまま用いているようなところが特徴でもあるかなっていうところで、非常まさにね、タグホイヤーもそうですけど、今時の時計かなっていうところで、非常に存在感がある時計かなというふうに思います。 FIFA から要望がありまして、審判のための時計が欲しいっていうところがあったんで、その、要望に応えるために今回こちらの、2018年のこの FIFA モデルが出たっていうふうに言われてます。イエローカードとかレッドカードの通知が来たりとか、あと選手交代の通知が来たりとか、得点が入るとゴールって表示されたりとか、かなり異色のもので、それこそタグホイヤーが
ゴルフ専用の、時計を作りましたけど、まさにこれはサッカーの審判専用の時計と言えるかなというふうに思ってて、これは非常に面白いコアな時計かなというふうに思います。また一方でスマートウォッチとしての機能ももちろん全部スペックを兼ね備えているので申し分ないです。これがストラップ付け替え可能なので、ワールドカップロシアのエンブレムと、あとウブロのロゴが入ったストラップとブラックラバーストラップが付属してきました。でこれ価格帯がなんと60万円となっているので、タグホイヤーと比較するとかなり高いなっていう印象もありますよね。スマートウォッチの寿命って確実に機械式時計に比べて早いんですよ。早いところがあるので、高級時計のような価格帯設定というのは非常に難しいところもありまして、もうガチの消耗品なので、そういったところがあるので30万を超えるものっていうのはなかなか出なかったんですけど、この価格ってかなり強気だなっていうふうに思います。ただそれと裏腹にウブロの自信がかなり垣間見れるかなっていうふうに思ってて、ちなみにこのウブロのスマートウォッチ 50m 防水を備えてます。で、新作でももちろんありまして、セラミックタイプのチタニウムの素材を使った今時のウォッチを発売したりしています。でまた文字盤も気分によって変えることができるので、 GMT であったりとかアナログパーペチャルカレンダー、そしてアーティストとのコラボした、文字盤などに変更可能っていうところも魅力の一つです。これやっぱりアートとコラボしてなんぼ的なところはね、ファッション業界ありますけど、時計業界にもその流れは来ているので、そういったところで非常に、面白いなというふうに思います。まあ、本当にウブロって柔軟な発想がありますし、時計はブレス感覚でつけるものっていう新しい定義をしたブランドでもあるので、そういったところでこういった今時の時計を作るのは得意なブランドなんじゃないかなというふうに思います。はい、で次がブライトニング、3つ目ですねになるんですけど、ブライトニングもまたスマートウォッチの分野では目覚ましい進化を遂げているブランドの一つなんです。でモデル名がテクノスペースになるんですけども、ただし、まあ、ブライトニングのスマートウォッチって普通のスマートウォッチとちょっと変わっているというか、ブライトニングは時計そのものの操縦性だったりとか可能性を広げるためにスマートフォンを補助的に使うっていうところを言っているんですね。そういったところがちょっと違うかなっていうところで、具体的には時刻合わせであったりとかクロノグラフでの計測だったりとか、そういうのを、スマートフォンで操作できるというものになるので、加えて計測結果なんかもスマートフォンに転送して別のアプリケーションで使ったりもできるそうです。で GPS であったりとか歩行距離なんかも計算してもらえますし、ただ、ここでネックとなるのは、文字盤のデザインは変更できないというところがあるんですね。というところがあるので、非常に、まあ、そこはタグホイヤーとウブロと違うところでもあるなというふうに思うんですけど、電話であったりとかメッセージなどの通知は可能となっております。でこのエクゾスペースなんですけども、自社製ムーブメントを使っておりまして、スーパークォーツムーブメント B55 を搭載しておりまして、このバッテリーは通常使用で1ヶ月程度も持続するとのことなので、長持ちする時計です。で、長寿命で10年以上使えるっていうところで、まあ機械式時計で考えるとかなり寿命が早い方であるんですけど、スマートウォッチってやっぱりかなりの消耗品なので、そういったところで考えるとかなり長い寿命かなというふうに思います。でお値段がなんとね120万なんですよ。単純計算でウブロの2倍になるんですけど、まあスマートウォッチってやっぱりなんだかんだね、長寿命ってもう10年ぐらいでだいたいねこの時計もお亡くなりになっちゃうので、そういったところを考えても非常に価格帯が強気だなっていうところもあります。ただ、46mm という大ぶりのチタンケースはかなりしっかりと仕上げられておりまして、ブライトニングらしさのブライトニングらしいタフさであったりとか男らしい高級感なんかも兼ね備えているので、非常に、ブランドの DNA も垣間見れるかなというふうに思います。で 100m 防水と実用性もかなり悪くないなっていうところもあって、強気の設定っていうのはやっぱこういった仕立てであったりとか機能性なんかの強気の表れなんじゃないかなというふうに思います。そして今ではかなり種類が増えてきておりまして、コックピットであったりとかエマージェンシーであったりとかエアロスペースなんか多岐にわたるものが結構あります。これらもだいたい50万ぐらいあれば買えるんですけども、それでも高いですよね。でただ共通しているのがブライトニングの DNA を受けているので、まあ武骨で男らしくて、まあ本当に男ならやっぱりこういう時計に憧れちゃいますよね。ブライトニング、僕もブライトニング欲しくて、ナビタイマーは欲しいなっていうところがあったんで、ナビタイマーのようなスマートウォッチなんか出してくれたら面白いかなっていうふうには思ってます。まあ、ただブライトニングってやっぱ男らしくて武骨なブランドって何回も申し上げてますけど、そういった、ところがあるので、なんかスマートウォッチなんかクソくらいみたいな感覚なのかなと思いきや、そうでもなくて、柔軟に今の時代にも対応しているなというところがあって、そこもまた、ブライトニングの新しい側面が見えて面白いなというふうに思います。4つ目なんですけども、ルイ・ヴィトンになります。老舗時計メーカーというと、まあ、ルイ・ヴィトンはそうではないんですよね。
ね。近年ね、力を入れてきてるっていう感じであるので、別にそこまで長い歴史があるわけではないんですよね、時計のジャンルにすると。ただ、LVMH グループってやっぱり、ウブロ、ゼニス、タグホイヤーなんかを傘下に加えているので、そこの技術力っていうのを存分に活かした、本格機械式時計を製造しているルイ・ヴィトンが非常に注目されているわけではあるんですけども、2017年にタンブールホライゾンっていうのが発表されました。で、ラインナップとしては42ミリのケースに素材はステンレススチール PV 加工のステンレススチールですね。で、42.9 ミリのホワイトセラミックなんかもあったりします。で、さらにルイ・ヴィトン製の上質な革ベルトいやラバーベルトも2位でこの組み替えたのっていうところがまたいいなっていうところで、やっぱりファッションブランドのファッションブランドでもないんだけどね、そういった時計ブランドではないブランドがこういうことをやるとまた変わった魅力が出るというか、それはエルメスもそうで、やっぱりエルメスのアップルウォッチってエルメスのレザーを使ってるからより魅力的でもありますよね。そういったところがあって、ルイ・ヴィトンのレザーを使っているスマートウォッチって非常に面白いなっていうところがあって、魅力的だし高級感もやっぱあるし、分かんない人でもやっぱりあ、それルイ・ヴィトンの時計なんだって一目瞭然なので、親しくなっちゃうかもしれないんですけど、好きな人は好きかなっていうふうに思います。このルイ・ヴィトン製のスマートウォッチなんですけど、他の、今までご紹介してきた時計と何が違うのかっていうと、旅に特化したユニークな機構が多いっていうところなんです。で、ルイ・ヴィトンといえばやっぱり旅っていうのが連想させる方多いと思いますし、もちろんルイ・ヴィトンにとって旅っていうのは非常に重要な、キーワードでもあるんですけど、これに特化したスマートウォッチの機能としてフライト管理システムがありまして、パリ、ロンドン、ニューヨークなどの29都市の観光名所なんかを案内してくれるっていうかなりユニークな機能を持っているのがポイントです。で、2019年からはマイトラベルという機能が追加になりまして、ユーザーが専用アプリを通じて登録しました、予約したホテルいやフライトなんかを一括管理してくれます。なので次なんだっけな予定とか、ホテルの名前なんだっけってなった時にも、時計を見れば分かるんです。なので非常に利便性も兼ね備えているかなというところで、このように、ルイ・ヴィトンらしい旅を前面に押し出すことによって、他の時計メーカーが出しているスマートウォッチとも差別化できているなというところで非常に面白いですよね。で、やっぱりこういった Z セッターの方にはこういったスマートウォッチをお勧めしたいなというところでもあります。あとは電話であったりとかメールの通知はもちろん来ますし、アラーム歩数計とかもあります。で、ヘルスケアの機能なんかもありますし、お天気情報などなどいろいろあるので、申し分ない一品かなというふうに思います。で、またスマートウォッチ、今までご紹介してきたタグホイヤー、ウブロなんかと同じで、文字盤も変更可能っていうのがまた魅力の一つで、その中でもモノグラムのものであったりとかダミエのものなんかもあるので、非常にルイ・ヴィトンらしさが垣間見れる時計かなというふうに思います。もちろんこれカスタムすることもできるというのが非常に、ルイ・ヴィトンらしさかなというふうにも思います。5つ目最後のブランドがモンブランになるんですけど、モンブランの時計ってめちゃめちゃいいって皆さんご存知ですか？で、僕モンブランの時計持ってて非常に愛用してるんですけど、かなり機能性がいいです。で、やっぱりリシモングループにいるっていうところがあるので、リシモンといえばパネライ、ジャガールクルド、バシロンコンスタンタン、カルティエ、デュブイとかいろんなブランドがあるので、あとランギアンドゾーンでもありますね、というところがあるので、かなり高級時計で名門のところがあるので、非常に、そういったところで機能性もいいのかなっていうところがあって、2017年にモンブランからもスマートウォッチであるサミットが、発売されました。で、2018年ではスペックアップしたサミット2、モデルチェンジをしているんですけども、モンブランといえばやっぱり筆記用具が皆さん連想できるかなというふうに思うんですけど、1997年より時計事業にも参入してるっていうのはご存知でしょうか。やっぱり先ほど申し上げましたけど、リシモングループにいて IWC とかジャガールグルとバシロンコンサンタンとかいろんな名門ブランドがいるので、そういった時計製造のノウハウっていうのを武器に頭角を現してきたのがモンブランかなというふうに思います。それこそ僕が持っているモンブランの時計って非常に面白いんで、ぜひともねこちらも知らない方は調べてみていただけたらというふうに思いますが、このモンブランが手掛けるサミット2、この名前の由来っていうのが頂上っていうふうな意味を持っています。で、もともとブランド名がこのイタリアとフランスの国境に位置していますアルプスの最高峰であるモンブランにちなんでいるため、こういったところが名付けられたのかなというふうには思うんですけど、スマートウォッチでもまあ頂上を目指すというふうな意味合いが込められているんじゃないかなというふうに思います。で、サミット2の特徴としてはやっぱりヴィンテージ感であったりとかアンティーク感といったテイストを取り入れているなというところも非常に魅力の一つかなというふうに思ってます。注目したいのがこのディスプレイなんですけども、実は通常の高級時計のようにサファイアガラスを使っているっていうのが非常に魅力的だなというふうに思ってて、サファイアガラスのドーム型風防
っていうのが非常に特徴的かなと思ってて、これは他のスマートウォッチと全然違うところだし、まあスマートウォッチ初の試みかなというふうに思ってます。で、この風貌によって本当にパッと見マジで機械式時計だなっていうふうに思うんですね。っていうか遜色ないかなっていうぐらいの作り、まあ、このやっぱ横から見た時の斜め横から見た時のこの風貌、この立体的なところってどうしてもスマートウォッチは難しいところがあるので、そこを実現したっていうのは非常にまあ素晴らしいなというふうに思います。で、ケースサイズが2017年の初めて出した時 46mm だったんですけど、サミット2からはヴィンテージを追求したっていうところもあって小型化に成功しまして 42mm のサイズ感へと変更されています。で、日本人って基本的に腕が細い華奢な方が骨格的な問題なんですけど多いので、やっぱりケース系が小さければ小さいほど似合うなっていうふうに思うので、やっぱり 42mm ぐらいが正直日本人の方だったら合うサイズ感かなというふうに思うので、日本人の方であれば非常にこういったサイズ感のおすすめだなというふうに思います。で、 PB 加工のステンレスシールであったりとかチタンがラインナップされているので、いずれも丁寧に仕上げられている印象があります。で、ご気圧防水であったりとか高耐久性もありますし、実用時計としてのスペックとしては申し分ないかなというふうに思います。で、かなりこれ軽量であることも非常に注目されておりまして、ストレスな時計とも言えるかなというふうに思います。しかもなんといってもこの時計のいいところってめちゃめちゃリーズナブルで安いんですよね。13万くらいで買えるってやばくないですか。今までご紹介してきたブライトニングなんか100万超えるし、ウーロも行って60、80とかあるし、まあタグホイヤーで30くらいですけど、13万ってめっちゃ安いですよね。しかも高級時計のような見た目をしているっていうのを外見もパッと見分かんないんで、マジでいいと思います。このなので最初スマートウォッチにちょっと抵抗がある方とか、一回、まあ、最初スマートウォッチ試したいんだけど、まあ、どうしようかなって悩んでる方であれば、こういった、モンブランのサミットから挑戦してみるのもありだと思います。しかも13万ってマジでお手頃だと思います。個人的には、まあ、30万ぐらいいってもいいようなアイテムかなというふうには思ってます。はい、というところで本日は5つのブランドをご紹介させていただきましたが、いかがでしょうか。やっぱりね、本当にスマートウォッチ産業でも非常に、熾烈でして、やっぱりピンキリになりかけているっていうところがあるので、非常に、奥深い分野にもなってきてるんじゃないかなというところで、どんどんいろんなブランドがこういったところに参入してくるんじゃないかなというふうに思ってます。僕個人的にはやっぱりその機械式っていうところがベースにもちろんあってほしいなというふうに思うので、やっぱり機械式時計ありきのスマートウォッチかなというふうに思うので、ぜひともね、他にもいろんな機械式時計について動画を述べさせていただいているので、他の動画も見てみていただけたらというふうに思います。で、ちなみに皆さんは今回ご紹介させていただいたスマートウォッチの中でどれが一番好きでしょうか。ぜひともね、参考までにご教示いただけますと幸いです。はい、というところで本日の動画は以上になります。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。またコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。